おお、マキさん、ここだったか。お前に DM が届いてたんだよ。紅あきらくんとエビマロくんからだよ。あ、すいません。誕生日おめでとう。こんなことは無用だ。君と僕との間に交わされる言葉はこれのみ。勝負。マキさん、次回の料理対決もこのエビマロ、命を懸けて勝負する。パーティーはそれからでも遅くない。くそくそくそ、ショルダーさん、もしかしたら。マキさん、あんたに DM だよ。ああ、すいません。残念。行けぬ、ショルダー。どうかだ。動画編集してて来れないんだ。どうせ僕より、面白い動画編集をしてるに違いない。だからショルダーさんは来れないんだ。結局、誰も来なかったというわけか。誰も来なかった。それは当たり前だ。誕生日パーティーは人間同士でやるものだ。貴様はこれだけの支度をして待っていた。しかし誰も来ない。それはみんなが貴様を配信者であることを知っていたからだ。 VTuber は誕生日をやらん。どうだマキさん、配信者は配信者同士、僕とやらんか。誕生日おめでとう企画。誰が貴様なんかを。さあ、 VTuber 活動以外何もできない VTuber のため乾杯だ。誰が貴様なんかの。誕生日おめでとう。誰が貴様なんかの。僕と一緒に乾杯だ。ちくしょう。ちくしょう。誕生日おめでとう。ちくしょう。貴様なんか。貴様なんかコメント欄に来たら。一緒に乾杯だ。ちくしょう。コメントに来たら。ブロックしてやるぞ。僕は VTuber なんだぞ。畜生畜生。